つも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する生き物男子、ラオシの地球の旅人です。今回から新しい旅が始まります。目的地は福島県会津若松市です。あまりに素敵な街なので全部で6本の動画にしました。この動画は記念すべき第1話です。それではオープニングスタート。時刻が5時5分。今日の天気こんな感じで、はい、いい具合に、まあ、ちょっと曇りがかってるんですけど、いいお天気なので、鈍行だけを使う予定にしているからというのが一番大きな理由ですね。日光に来ましたとほぼ同じルートを使い、今から出てももしかしたらお昼になってしまう可能性があります。この動画が面白かったら熱い高評価とチャンネル登録をお願いします。先月から英語字幕チャンネルと中国語字幕チャンネルを作りました。今ご覧いただいている動画は日本語字幕版です。まもなく電車が到着します。それでは今回の旅を始めましょう。ここで またもや登場、株主優待券、ご購入はお近くの金券ショップで。というわけで株主優待券のおかげで栃木駅に早くも到着しました。栃木駅の改札口付近には SL 体重の模型と実際に使われている石炭が展示されています。かなり見応えがありますよ。しかしこの直後、今回の旅が強制終了しかねない重大な危機が。たった今分かったことなんですけれども、いやー、言葉を失いましたね。ひとまず次の電車が来たので席に着いてからゆっくり事情をお話しします。栃木駅でSL 体重の模型を見た後、普段通りに IC カードにチャージしたんです。するとその券売機に1枚の注意書きが。東武線の終点新藤原駅以降は現金しか使えません。僕は慌てて改札口にいる駅員さんに尋ねました。でも5000円1000円の順番で現金のチャージをしたために1000円しか返金してもらえず、唯一の希望は下今市駅から新藤原駅までは普通乗車券だけで特急列車に乗車できることでした。今動画に映っているのが特急リバティの車内です。しかしもっと驚愕の事実が。新藤原駅から鉄道会社が野岩鉄道に変わり、路線名も会津鬼怒川線に宵名が変わります。会津鬼怒川線は9つの停車駅の半数が本線なので別名ホットスパラインと呼ばれています。会津高原尾瀬口駅からはまた鉄道会社が会津鉄道に変わります。車窓から見る素晴らしい景色に見とれていると、僕のそばに車掌さんが来ました。あー、どちらの駅で。西若松駅です。あー、では3000円ですね。え、乗車証明書を発行しますので今お支払いください。びっくりしすぎて本当に返す言葉がなく、それでも仕方がありません。途中駅の ATM で引き出した現金から乗車賃を払いました。これがその時のレシートです。の後会津鉄道の車内でこんな掲示物を見かけました。いろいろありましたが、電車で会津に行く場合の最安値だと僕個人は思っていますから、参考にしていただければ嬉しいです。それではしばらくの間、車窓から見た会津の景色をお楽しみください。
猫の駅長で有名な芦ノ牧温泉です。隣のプラットフォームにはトロッコ電車が停車中でした。会津鉄道会津線の停車駅はこんな感じです。会津若松市に到着しました。はい。で、ここは会津若松市の西若松駅です。会津若松に来たんだから会津若松駅で降りればいいじゃないかというご意見あると思うんですけども、会津若松のシンボルである鶴ヶ城に行くにはですね、ここが一番の最寄り駅です。寒暖差の違いなんでしょうけど、東京ではもうとっくに時期が終わったアジサイがまだ見頃になったんですよね。思いがけないハプニングがありましたが、このアジサイの花が癒してくれました。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画は会津若松に格安で行く電車旅行のドタバタ珍道中でした。予想外のハプニングいくつかありましたね。でも旅行とは予定通りにならないものだと僕は思います。なので楽しんで見ていただけたなら本当に嬉しいです。いつも僕の動画にいいねやコメントをつけてくださり本当にありがとうございます。動画に対するご意見やご感想は毎回の動画作りのエネルギーです。僕はこれからも面白いと感じてもらえるような旅の動画を作り続けます。次回は今まさに会津若松市で行われている期間限定イベントとコラボしたスイーツのお話です。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。